日産 GT-R 2022年モデルが発表されました。安全運転支援、いつでも安心して運転できるようドライバーをサポートする、スーパーワイドビームヘッドランプ、メイン LED ロービーム、遠方用 LED ロービーム、ワイドイリジウム LED ロービーム、大光量の LED ハイビームの4つの LED ランプで構成し、照射範囲を拡大。フォグランプ、コーナリングランプ領域までカバーしている。LED ポジションランプによるランプシグネチャーは、稲妻の閃光をイメージした、スピード感あふれるデザインとした。LED ハイパーデイライト。フロントバンパーサイドグリルと一体化した、LED ハイパーデイライトを装備。大型反射面プラス、高輝度白色 LED により、コンパクトなサイズでも、十分なアピール力を発揮することができる。LED ハイパーデイライト消灯を、希望のお客様に向け、ディーラーオプションでキャンセルスイッチを設定。高輝度、LED リアコンビネーションランプ。夜間や悪天候時に、他社から認識されやすい。高輝度 LED リアコンビネーションランプを採用。回避操作支援。危険な状態になりそうな時も安全な状態に戻すようドライバーをサポートする。ABS、EBD、VDCR、フロント&バックソナー。あらゆるシーンで安定した制動力と高いタイフェード性能を実現するために、台形、大容量のブレーキシステムを採用。タイヤロックを抑制する ABS アンチロックブレーキシステムや、乗員数に応じて制動力を最適に前後配分する EBD 電子制御制動力配分システム。車両挙動の制御性を向上させた全4輪ブレーキ液圧センサー付きの VDCR ビークルダイナミクスコントローラーを採用。また、車両と車両周囲の障害物との距離を、ブザーとインジケーターで知らせ、接触の回避を促す、フロント&バックソナーを設定している。保護能力向上。万一衝突が避けられない時に、被害を最小限に留める。SRS エアバッグ、SRS サイドエアバッグ&、SRS カーテンエアバッグ、ポップアップエンジンフード。SRS エアバッグ、運転席、助手席。SRS サイドエアバッグ、運転席、助手席&、SRS カーテンエアバッグを設定し、高いレベルの安全評価を目標に開発。さらに、バンパーに内蔵されたセンサーが衝突を検知すると、作動装置がエンジンフードを瞬時に持ち上げるポップアップエンジンフードを採用。エンジンフード下にある部品とエンジンフードとの間の空間を広く保つことで、歩行者の頭部がエンジンフードに衝突した時の衝撃を緩和する。 SRS エアバッグ、運転席、助手席は万一の前面衝突の際にシートベルトを補助して乗員への衝撃を緩和する装置ですので、必ずシートベルトをご着用ください。SRS エアバッグ、運転席、助手席。SRS サイドエアバッグ、運転席、助手席&SRS カーテンエアバッグは、衝突の条件によって作動しない場合があります。SRS エアバッグ、運転席、助手席付き車では、助手席に、チャイルドシートを後ろ向きに取り付けないことや、その他の重要な警告と注意事項があります。詳しくは取扱説明書に記載されておりますので、必ずお読みください。SRS、サプリメンタルリストレインシステム、補助拘束装置。次回は環境、品質です。それではまた次回お会いしましょう。